はい、こんにちは、こんばんは。白銀のハトです。今回は新しく実装されたワンジェラについて性能解説としていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで早速やっていきましょう。ワンジェラに関してなんですが、星5の単体フォーリナーとなっております。単体フォーリナー珍しいですねという感じです。ではスキル構成、まず第1スキル、自身の Q 性能3ターンアップし、バスター性能3ターンアップ。通常攻撃時に自身に精霊の怒り状態を5ターン付与する状態を3ターン付与し、回避を2回の3ターン付与。第2スキル、味方全体の攻撃力を3ターンアップし、クリティカル力を3ターンアップ。自身を除く人の力を持つ味方全体の防御威力を3ターンアップし、非ダメージ時、味方全体のワンジラに精霊の怒り状態を5ターン付与する状態を3ターン付与。第3スキル、自身の NP を 30% 増やし、味方全体に毎ターン NP10% 獲得状態を5ターン付与、毎ターン HP を回復するというスキル構成です。でクラススキルに関しては、領域外の生命、自身に毎ターンスター2個獲得状態付与の弱体耐性アップ、耐魔力 A+ 弱体耐性アップ、そして星のゆりかご、空中のフィールドにおいてのみ自身の防御威力アップで、ワンジナ、ワールドトラベラー、これに関しては今回のイベントだけなので飛ばさせてもらいます。でアペンドスキルに関しては特に言うことないかな。魔力装填普通に開けておけば OK かなと思います。であと星のゆりかごです。これに関しては空中のフィールドにおいてのみと書いているんで、まあ基本使わないって思ってもらえればいいかなという感じです。空中のフィールドあんまりないからね。で宝具に関しては、自身に無敵貫通状態1ターン付与、宝具威力を1ターンアップ、オーバーチャージで効果量アップ、人類の脅威特攻状態付与1ターン、敵単体に超強力な攻撃、自身に付与されている精霊の怒り状態の数に応じて威力アップ最大10個となっております。でこの子に関してはちょっとトリッキーな使い方なんですが、アタッカーにもなれるし、タブもすることができるみたいな感じのキャラクターです。では上から順にスキル解説していきましょう。まず第一スキル、自身の Q 性能とバスター性能アップ、これに関しては 20% アップするということで、まあシンプルに火力出したいなって思ってあげた時に使ってあげるっていうので OK かなと思います。そして次がメインです。通常攻撃時に自身に精霊の怒り状態5ターン付与する状態3ターン付与ということで、この子通常攻撃すると起こります。で起こることによって防具の特攻の火力ですね、これが上がっていくという感じです。なので通常攻撃をうまいこと生かしつつ、防具連発して特攻の火力をガンガン上乗せさせていくというのがワンジナの運用方法となります。なのでまあ1ターン目に関してはエクストラアタックとかで殴った後、防具でチェインしてみたいな感じで殴っていけると火力が出しやすいかなという感じです。でここ注意点なんですが、精霊の怒り状態は5ターン維持します。ただ精霊の怒り状態を付与する状態は3ターンしか続かないということで、ここ自己要素です。5ターン続いてくれるけど付与状態は3ターンなんで、そのタイムラグが発生したタイミングで、あれ火力が出ねえなみたいな感じになるかもしれないんで、そこだけ注意してください。3ターンの間に精霊の怒り状態に関しては必ずいっぱい増やしていこうっていう感じです。でそこから回避状態2回の3ターンということで、ちょっと耐久できるよという感じです。で次第2スキル、味方全体の攻撃力アップ3ターンクリティカル威力アップに関しては、攻撃力アップが 20% クリティカル威力が 30% アップするんで、まあ Q チェインとかうまいこと活かしてクリティカル主軸で殴っていくと火力が出しやすいよという感じです。でそこからここがポイントです。自身を除く人の力を持つ味方全体の防御威力を3ターンアップする、これに関しては人の力を持つ味方だった場合、防具の威力が 30% アップしてくれます。ただ天と地に関しては対応しないという感じになるんで、そこだけ注意してください。人の力のみの味方です。で人の力を持つ味方にさらに追加バフとして、非ダメージ時に味方全体のワンジラに精霊の怒り状態を5ターン付与する状態を3ターン付与するが追加されます。でこれどういうことかっていうと、人の力を持っていれば防具の火力が上がって、かつ非ダメージを食らったらワンジラの火力を上げることができるよみたいなスキルです。はい、なのでこのワンジラに対して非ダメージ時に、
精霊の怒り状態を付与するに関しては人の力を持っていないと発動しないんで、そこだけ注意が必要かなと思います。第1スキルで自分でぶん殴って怒り状態を貯める。第2スキルで味方をバフしながら非ダメージ時にワンジナの火力を上げるという感じになるんで、まあ人の力のキャラクターをうまいことサポーターとして使ってあげると火力が出しやすいのかなという感じです。ただ Q のサポーターってスカディだと思うんですが、スカディは人の力を持っておりません。つまりまあ非ダメージ時に人の力サポートを受けるっていうのはちょっと難しいかなという感じです。でそこから自身の NP を増やす、これに関しては 30% ということでアペンド 20%、30% プラス NP50% 霊装で宝具が即打ちできるよという感じです。でそこからさらに味方全体に毎ターン NP 獲得状態 10% 固定で付与してくれるということで、アペンドを開けていなくても3ウェーブ目だった場合 NP50% 霊装と合わせて宝具打つことが可能となるという感じです。なのでこれうまいことすれば90プラプラとか90プラで使えます。自身は NP30% 味方全体に NP10% ばらまきながら反対宝具でぶん殴る、その後全体全体みたいな運用方法もできたりするので、まあちょっとこの第3スキルに関しては周回面では可能性があるスキルって思ってもらえればいいかなと思います。でそこから毎ターン HP 回復状態1000付与ということで、まあ気持ち回復できるよっていう感じですね。はい、ということでスキル構成見てきたんですがこんな感じです。まあ味方全体にバフやりつつ自身でぶん殴って怒り状態を貯める、で人だった場合、人の力を持っている味方だった場合、ダメージを受けることによって火力はアップするっていう、ちょっと特殊なアタッカー、サブアタッカーみたいな感じになっているので、まあそこに関してはうまいこと使ってあげるというのでいいんじゃないかなと思います。はい、で宝具ですね。宝具に関しては無敵貫通状態一旦付与、これに関してはシンプルに強いです。はい、無敵貫通は便利なんでね、うまいことやってあげればいいかなと思います。でそこから、OC アップで宝具威力アップ、これに関しては OC1 上げるごとに 5% ずつアップしていくんで、初めは 10%、 その次 15%、 最大 30% アップするんで、 OC 上げると宝具火力がアップするって思ってもらえれば OK です。で人類の脅威特攻状態、これに関しては特攻状態を付与するんで通常攻撃にも火力が乗ります。そういった意味では対フォーリナーに対してめちゃくちゃ強いなって個人的に思います。はい、フォーリナー大体人類の脅威なんで、うまいこと合わせてあげるといいかなっていう感じです。で敵単体に超強力な攻撃、かっこ精霊の怒り状態の数に応じて威力アップなんですが、これの計算式は100プラス 10×N です。なので1つ精霊の怒り状態がついていれば 110% の特攻、10個ついていれば 200% の特攻になるということで、この子宝具を使おうって思った際に通常攻撃を入れてから宝具を入れてあげると火力が出しやすくなるっていう感じです。なのでワンジナを周回で使おうって思うんだったら、まあ基本はどっか周回する上で1回通常殴りを入れた上で、まあ3ウェーブ目宝具だけ打つみたいな感じの運用方法でいいんじゃないかなと思います。まあその分1回分追撃が生まれてしまうんで、ちょっとそこだけ難点かなという感じです。周回の速度は少しだけ落ちてしまうっていう感じです。はい、ということでね、ワンジナについて解説してきたんですがこんな感じとなっております。まあこの子自体弱いわけではないです。はい、正直使おうと思えば90プラプラとか90プラで使える性能となっているんで、うまいことやってあげるといいんじゃないかなと個人的に思います。ただやっぱ通常攻撃で特攻が入る方となっているんで、仲介しようと思ったらちょっと時間がかかっちゃうっていうのと、 NP30% チャージ、まあやっぱ 50% の方が周回で使いやすいとか、フォーリナーというクラス周回で使うかって言われると現環境クックルカンぐらいしか使えてないっていうのもあったりするんで、今後のクエスト次第によってワンジナの評価はまた変わってくるのかなと個人的に思います。ただ今言える時点として、フォーリナーが周回適正マックスになるクエストってほぼほぼないんですよ。なので水着イベント、トネリコ、あとドーマンとかいろいろ復刻来てたと思うんですが、まあそこで全力出し切ったっていう方に関しては一回スルーして休憩するっていうのもありなのかなと個人的に思います。ただ欲しいなって思ったら
引きに行って俺は損はないかなと思う性能となっているんで、まあそこに関しては自分の手持ち財布と相談して引きに行くみたいな感じでいいんじゃないかなと思います。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.